はい、今回はちょっと気になるニュースをね、一つ二つ見て、二階さんの書籍代3500万円問題いきたいと思います。はい、まずね、これはね、爽やか系ね、立川市が4月からね、小学校、中学校の給食費を無償化します。パチ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 。はい、これ私立以外ね、公立の小中学校の給食費を無償化すると、ね、年間ね、5万円の負担がね、家庭からなくなるんだって。素晴らしいよね。この立川市の酒井市長は、泉房穂さんが応援してた、市民の方を向いてる人だよね。で、ちゃんとこうやって公約も果たしてるんだよね。はい、はい。で、かたやね、国はね、少子化対策で何をしたでしょうか。でね、月500万円をね、この医療保険に上乗せするとか言ってて、その割にこの法案のね、中身がね、しょぼい。中学生までだった児童手当を、高校生まで広げてあげるようで、所得制限も撤廃してあげるよとかね、まあ恩着せがましいっていうかね。で、これ給食費の無償化とか全然入ってないんだよね。あとはなんか有給休暇を、育児休業を取ったらね、それを28日までは有給にしてやるとかね。あとはこのよくわけわかんない親が働いてなくても保育園を利用できる、で誰でも通園制度ね、これを閣議決定したから医療保険に500円を上乗せとかさ、もうやめてくれよって。こんなね、これしょぼすぎるよね。立川市がさ、給食費の無償化できて、なんで国がこのしょぼいの、しょぼい決定なの。はい。でね、今日はね、このね、二階くんのね、この制作活動費ね、何に使ってるかで、この書籍代3500万円に使いましたっていうね、話出てきたよね。あんたんちは図書館なのかというね。で、その中身がだんだんよく分かってきましたって話で、この自分の用意書本に相当つぎ込んでたっていうね、話をね、見ていきましょう。だから自分が読むためではないというね、まあ、こんな読み切れないよね。1ヶ月これ100冊以上のペースでしょ、この書籍代ね。で、配るために買ってましたっていうね。だからこれさ、前菅原一秀って人がさ、選挙買収でカニとかメロン配って逮捕されてよね。で、これにそれと似た構図じゃないの。カニやメロンの代わりに本をプレゼントしたっていう、こういうことだよね。配るためにね、買っちゃってたっていうのね。で、この二階くんのはね、絵の批判はこの制作活動費だよね。50億もらってて、何に使ったって話で、で、この配るための本も買っちゃってた。だからね、で、岸田くんがさ、国民に納税してくださいとか言ってもさ、ふざけろって思うよね。で、この政党が議員に渡すお金が、この政策活動費っていうわけのわからないね、使い道を明かさなくていいっていう、これがこうたんまりと幹事長とかに渡っちゃうんだよね。で、まあ大半は選挙対策っていうか、選挙買収に使われているだろうってことは、甘利君の件とかでだんだん分かってきただけれども、まあ、二階さんの場合はこの配るためのね、本をに費やしてしまったというね。だから幹事長時代に二階君がこの50億ももらってたんでしょ。で、これ使い切れなかったら納税しなくちゃいけないんだよね。でね、このね、政策活動費の問題が再浮上して、
予算委前半戦はゼロ回答、連発、ちょっと待ってね、ここのね、何に使ってたかってことね。で、こう使い残しがあれば脱税ね、この50億とかもらってるやつね。で、岸田君はこれを国会で質問されると、確認するまでもなく適切に使用されているって、これ何回も言ってたよね。もう全然確認する気ないよね。確認するまでもなく適切に使用されたってね、これを押し通してるね、この言葉をね。まあ呆れちゃうけどね。でね、二階君の政治団体がこの3500万円を書籍代として支出していたってことに今注目が集まってんだよね。で、これ二階が代表を務める政治団体って、これも個人とほぼこうイコールなわけだよね。政治団体をかませているけれども、これ二階くん個人のやったことっていう話なんだよね。で、ね、3500万もあったら家一軒買えるよねとかね、読書かぶりに驚きって、これ、いや、読書してるわけじゃなくて配ってただけだよっていう話で、もうね、これね、林官房長官に、これ国会質問の話だよね。家一軒建つくらいの書籍代が支出された、一体何万冊が購入されたのかと説明を求めたがね、林くんは、ここの政治団体の収支報告書の内容について確認を求める立場にない。大体こういう逃げ口上だよね。私は、それをする立場にありませんとか差し控えるで、これで済んじゃうんだよね、答弁はね。で、この本ね、1冊2000円として1万7500冊が買えるね、この3500円の内訳ね、まあ、今でも本題高くなってきたよね。だいたいなんか1000円超えてるよね、こう薄っぺらい本でもね。でね、ここはね、で、このロバート・キャンベルって人は収納ね、こんなに買ってんだったらどこに収納してるんだっていう話も出てきたけれども、いや、そうじゃないんですよっていうね。はい、これね、サンデージャポンでこの成田悠介って人、この人もなんかよく出てくるよね、なんかよくわかんないけどね。二階さんはギャグセンスがあるなって感心していたとかね。この成田さんってさ、こう微妙に論点ずらしちゃうとかあるよね。で、この記者がね、担当記者ね、これどこの記者なんだろう、当然のことですが、指揮者や芸能人に限らず多くの国民が、まあ、怒りを表明したよね、こんな、3500万円を本につぎ込んでたっていうのね。で、政治家としての経験を持つ著名人が、あ、ここね、ここちょっとね、面白いよね。政治家としての経験を持つ人が、この件ね、二階さんのこの本の爆買いについて解説したね、それが、まあ、橋本徹とかね、あとは元議員のこの宮崎健介さんとかね、あとこの金子めぐみさんはご夫妻なわけですね、宮崎健介さんと金子めぐみさんね。で、金子めぐみさんはもともと新潟市議から出てきて県に国会議員ってなった人で、今はもう引退したんだよね。で、この金子めぐみさんの本ね、すごい分かりやすいですよ。政治をね、分かりやすく解説された本とか出してますね。で、この金子さんがね、いわく、まあ、この3人か、橋本、あとはこの夫妻が言うには、二階さんが読むために購入した書籍の代金ではないはず。ね、自分で読むために買ってないよということを、
この議員の経験者3人が言ってますっていうね、話ね。で、橋本曰く、国会議員ないし知人が出版した本を大量に購入しているんだろう。これちょっとなんか分かりづらいんだよね。国会議員ってこれ二階くんのことなんだけど、そう言えばいいのにね。で、この宮崎さんは、次の解説をしたね。二階先生が読まれた本のために使われたものじゃない。これ二階先生って言ってるのは、この宮崎さんが議員時代二階派にいたんだよね。で、ちょっとこう遠慮してるのかもね。で、古文とか支援者が新しく本を出しましたというと買ってやれと言ってね。でも古文とか支援者ってね、古文とか言っちゃってんだよね宮崎さんもね。ほら、これってさ、便宜を図るってことじゃないの。だから新しくさ本を出すってことってさ大変だよね。まず売れるかどうかってそこすごく気にすることだよね、本を書いた人にすればね。で、それをなんか500冊とか買ってもらうと、この本を書いた人は嬉しいし、これなんだろう、本を介在させて賄賂を送ってるみたいな形になるよね。収賄してるみたいな形になるよね。だって便宜を図るってことでしょ、この本を書いた人に対してね。で本を買ってもらった人は、じゃあ二階先生のために何かお役に立ちましょうっていう気になるよね。で、本を買って、あといろんな人に配っているね、ことに使われているとね。で、このナンバー2の美学、二階俊博の本心っていうね、これをなんかいっぱい買っちゃったって話だよね。で、ね、あ、金子さんね、金子さんも自分が読むというのではないって言ってんね。この3人はだからね、自分で読んでるね、読むための本ではないとね、言ってますね。で、二階氏の書籍代が、この注目を集めたので、この二階事務所がねコメントを出したんだってね。で、特定の書籍を大量購入していますと、これ事務所がよく正直に言ったよね。で、この2つのケースがあるんだって、この大量購入の、ね、ケースでね。で、1個目が、二階氏の政治活動を紹介することを目的とした書籍が出版された時に、出版社に最低買取数量を提示されて応じたり、出版社に最低買取数量を提案っていうのは、出版社が二階先生、この何千冊くらいは買っていただけないでしょうかという提案に応じてあげた。これ出版社大喜びだよね。この自分が出版した本がどれだけ売れるかっていうのは、出版社もものすごく気にかけているわけだよね。で、それを自分のいいねっていうか、自分が買ってもらいたい量を買ってくれる人がいたら、出版社大喜びだよね。で、あとは関係者の配布ね。関係者の配布って聞くと、いかにも、ね、自分の選挙地盤で配ってたのかっていう気がするよね。で、まあ、大量購入のね、ケースはまず、出版社の数量に応じて買ってあげるとね。あとは配布目的ね。で、2つ目は与野党の政治家や関係者から書籍を紹介された際、これ買ってくれって言われてるってことじゃないの、書籍を紹介された際っていうのはね。で、この二階君の事務所が大量購入を明らかにした書籍ね、具体的になんか言ってるんでね、これこういうの買ってましたっていうのがね。
で17点あって、その3000冊を買えるっていうのは、その1冊の本に本を3000冊以上買っちゃってるってことがあるんだよね。その一つ目がこれ、ナンバーツーの美学、二階俊博の本心で、これ二階くんが書いてるわけじゃなくて、これ要所本でしょ。でこの要所本をさ書くと、買ってくれるんでしょ、政治家が、こんな5000冊とかね。でこれ誰が喜ぶかって言えば、この本を書いた人ね、要所本を書いた作者がまず一番喜ぶよね。印税入ってくるしね。でこれまともに買わないでしょ、このナンバー2の美学、二階俊博の本心なんて、これ人気出ないっても分かってんねんね、最初からね。だけど売れそうもない本を出版しても、売れるってことが分かってれば、出版社はこう安心してこの本作るよね。でこのね、この本を書いたね、これなんで林啓世っていうのかな、この人はね、まあ、いろんな本を書いてんだけど、アマゾンで見るとね、この林啓世って人が書いた本はね、1個しか出てこないの、この F1 の秘密しか出てこないんだよね。でアマゾンに、さっきのさ、これ出てこないんだよ、ナンバー2の美学って本はね。ってことは、もうこう流通させることを考えてないっていうか、もともともう売れないってことを分かってるから、アマゾンでも売ってない。はい、でもこの5000冊って普通さ、出版社こんないきなりは印刷しないよね。ちょっとずつ500冊とか100冊と1000冊とか様子見ながら普通本をね作るけれど、もうこれ買ってもらえるって分かってるから、いきなりこう5000冊とか出版社も出しちゃうんだよね。ひどい話だよね。ついにこの3000冊ね、地元メディアが見た二階俊博力の源泉、これももう思いっきり要所本じゃん、このタイトル見ただけで。それが何、この和歌山放送、報道制作部っていう、なんかこういうなんか地味な出版社があるんだね。和歌山だから二階さんの地元のこの出版社がこの要所本を、まあ、誰かに書かせて、これは売ってんだよね、出版して。でこれ3000冊も買っちゃったね。こんな3000冊普通に売れるわけがないけれど、まあ、二階くんが買ってくれるってことを分かってるから、安心してこれ出版できちゃうよね。あとは政権奪取必至、二階幹事長、菅総理と田中角栄って、これも要所本でしょ。この木下、大下英二さんっていう人が書いてる。だからこういうさ、大下英二さん、あとこの林啓生さんとかさ、なんかこういうのでさ、印税欲しくて要所本書いちゃう人っているんだろうね、こういうのね。でこの政権奪取必至で、なんか田中角栄の名前まで出してくると、なんかいかにも二階さんが大物政治家みたいに見えちゃうよね。とこれ面白いのがさ、小池百合子の大義と共感で、これはだから小池百合子の要所本を、あ、この人大下くんはここでも書いてる要所本専門作家なのかね、この人はね。ね。で、この本をね、小池百合子の要所本を二階くんが買ったってことは、これは小池くんのご機嫌伺いっていうか、小池くんが喜ぶことをしてあげたということは、まあ、二階くんと小池くんはまあ仲がいいっていう話もあるけれども、こうやって議員同士で、なんだろうね、こうプレゼントみたいなもんじゃない、本買ってあげるってさ、それで仲間だよねっていうことになってるんだねであとはね、最長幹事長っていう本もね、3000冊購入したと
2回事務所は行ってるんだけれど、よくわかんないんだ。あ、でもこれもほら、大下くんが書いてるね。大下くんは要所をいっぱい書いてるね。この最長幹事長も、これ二階くんがこんなに幹事長長くやってるっていうことを言いたいわけでしょ。で、あとこの小池百合子の大義と共感も大下くんが書いてる。で、二階幹事長ね、政権奪取必至。もうこう大下くんね、これ印税いくら儲かったんだろうね、この人はね。で、院政以外にもなんかさ、二階くんからさ、いくらか袖の下とかもらってそうだよね。ね、こういう仕組み。あとはこのね、17点ね、大量購入した17点、これが二階事務所が明らかにしたやつね、のうち、政治家の著作もあった、あ、だから他の政治家の本も大量購入してあげてたんだよね。だから小池百合子くんの洋書房を買ってあげたように、まあ、著者が議員本人が書いた本も買ってあげるね。それはね、誰だっけ、この石井一くんっていう人の書いた本を買ってあげたり、あと出た山谷百合子くんの本も買ってあげてた。で、この山谷百合子くんは安倍派で、裏金結構もらってた人だよね。ってことは、二階さんはこう安倍派のこういうね、山谷さんとかとも仲良しなんですねっていうね。で、こういうことが分かってきますねというね。でね、このベテランの政治記者がね、面白いこと言ってるんですよね。全国紙やテレビ局のこの政治部記者なら誰でも知っているっていうのはね、この政治資金パーティーね、こう派閥のやつね、に出席するとお土産が配られます。あ、ここで配ってんだね。そういうのはみんな知ってるんだって。で、例えば岸田派のパーティーでは、あ、これ本じゃなくても配ってんだね、岸田ノートね。はい、岸田君と同じノート、はい、お土産にどうぞとか、二階派のパーティーでは、お土産に二階さんの洋書本が、ね、を配ってることは珍しくないんだって。で、この書籍といっても客観的なノンフィクションではありません。二階さんの協力で作られた洋書本ね、洋書本をこのパーティーで配ってこうお土産にしてるね。だからお土産用にこの何千冊とか、二階さんが買ってるわけでしょ。で、こういうパーティーで配って、私はこんなをね、素晴らしい本を書いてもらってる一流政治家ですってこう言いたいんだろうね。で、パーティーのために配られる本が変わったから、あ、だからちょくちょく買ってないといけないってことだよね。で、名の知れたノンフィクション作家や政治評論家の著作もあり、これは強く印象に残りました。で、出版社の名前や、この国際標準図書番号が明記された、一般的な意味での書籍ではなく、はい、これを聞くとピンとくるのは自費出版ですね。はい、自費出版のような本も配られた記憶があります。で、自費出版をまともにやったら200万はかかりますね。で、これなかなかできないでしょ、自費出版なんてね。 でもその本が売れると分かってれば怖くないよね、自費出版もね。だから流通しないわけです、そういう本はね。なので、この林慶生さんの本がアマゾンでは F1 の秘密しか見つからないってことは、これ自費出版でいっぱい作っちゃってるっていう、こういうことなんだね。お金かけてお金かけてるよね、思いっきりね。で、その5000人に定価2000円の書籍をね、
お土産に持たせたとしたら、書籍代が1000万円になるよね。で、これを 3回やれば3000万円で、で、二階くんが3年間で3500万円本を買ったという数字に近づきますねっていうね。だから別に家に保管してなくても本は買いちゃってますね。ここなんかあれだよね、面白いよね。だから配ってたんだよね。配るためにその自費出版みたいな本でも何でも自分の用意書本であれば、もう大盤振る舞いで大人買いして配ってたというね。はい、これね、だいぶね、この中身分かってきましたね。3年間で3500万円の書籍代の中身がね、分かってきましたねというね話で、まだあるのかな、ここはね。で、これね、政治資金の処理基準があまりに甘いっていうか、ずさんっていうか、これひどすぎるよね。こんな自分の用意書本を大量買いして配るって、メロンや蚊に配ってるのとこう同じことでしょ。で、それを政治資金と言えちゃうというね。で、民間企業の決算や社員の経費、生産より厳密であるべきだよね、この政治家が扱う政治資金のっていうのはね。で、徹底して透明性を高めて1円単位まで分かる、こういうシステムにしなくちゃいけないってことだよね。はい、で、まあ、この二階さんのね、3年間で本3500万円買っちゃいましたという使い道は、まあ、一種の象徴ね、分かりやすい、このずさんで甘くてもうひどすぎる使い道ということが分かったので、まあ、異論が殺到しね、まあ、政治不信は、ますます高まったけれども、もうこういうことを許してはいけないという機運作りには二階さんはちょっと貢献したかなみたいなね。はい、面白い話でしたね。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。